ここでゼアノートが。アクアがテラを助けて闇に落ちた世界もレイディアントガーデンですよね。うん、アクアの話だとそう言ってた。テラは正気ではなかったと。姿はテラだったけど、うちに闇の存在を感じたようだね。時を同じくしてゼアノートはここで発見された。アクア、テラ、ゼアノート、この3人は同じタイミングにここにいて、残ったのはゼアノートだけ。ゼアノートはその後、賢者アンセムの心の研究を乗っ取り、自らをアンセムと名乗って、他の弟子たち、そして自らの心と体を分けた。心だけになったゼアノートは過去へと飛び、若き日の自分を誘導し、その後リクの体を乗っ取った。そして抜け殻となった肉体は13機関を結成、自分の心を分けられる13の器を用意しようとした。しかし計画は失敗。誘導された若きゼアノートは先々の時代で自分の心と関わったものを集結させ、新たな自らの器、新13機関を結成。ゼアノートの足取りだけ明確で、アクアが助けたはずのテラだけその後の足取りがないのはおかしいな。やっぱり僕はとんでもない見落としをしていた。承認試験の最後の場所でマスターゼアノートの復活を見たよね。僕やアクアが知っているゼアノートはもともとあの老人の姿だったんだ。でもゼアノートのハートレスであるアンセムとノーバディのゼムナスはどちらも老人ではなかった。つまり二人が分離した時は若い姿をしていたはず。それがあの肖像画に描かれた姿。僕は賢者アンセムの弟子だと気にしていなかったけど、彼が発見されたゼアノートってことだよね。そうか、俺と同じようにマスターゼアノートはテラを器にした。そう、マスターゼアノートも一人は器にと言っていた。アクアがここで助けたのはテラの体を奪ったマスターゼアノートだったんだ。でもマスターゼアノートは老人の姿で蘇った。テラの体はどこに消えたんだ。うん、マスターゼアノートはこうも言ってたよね。光の7人のうち2人はこちら側、空は取り戻したけどテラは向こう側にいるんだよ。真の13機関か。空に伝えておかないと。うん、マーリン様にもね。ああ、